カスタムオートバイのカスタムビルダーになったのは、もともとデザインの仕事がしたくて美術大学に行ったんですけど、ヨーロッパバイクのロッカーズっていう本かなを見て、バイクすげえかっこいいと思って、それがあんまり肌に合わなくて、まあ、面白くなかったんで、その時にずっとバイクに乗ってて、オートバイをカスタムするっていう仕事を知って、それでビルダーになりたい、カスタムバイクを作る仕事をしたいと思って、この仕事をやっています。カスタムするバイクで一番うちっていうか僕が大切にしてるのは、もう全体のバランス、やっぱ一個一個のパーツがかっこよくても、もうパーツの集合体なんで、バイクって車のように一つのボディではないんで、今回のこのバイクみたいにアルミを叩いて作ってるんですよね。でそうなると一人一人その同じものを作るっていうよりか、個性みたいな、何でもそうだけど、リンゴを100人描いたら100通りのリンゴが、それとバイクも一緒だと思うんですよ。